はい、こんにちは、レトスノーノです。8月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験まであと2ヶ月となり、どんな教材を使っていますでしょうか焦りや不安な気持ちから、あれもこれもと手を出してしまう。市販の予想問題もいくつも購入してしまう。そうなっていないでしょうか模擬試験をたくさん受験するなど、手を広げれば広げるほど、見たことない問題とか、聞いたことのない言葉に惑わされて、 ものすごい焦りを感じてしまうんですね。これは新しい模試や問題集を手にするごとに起こる現象です。模試や問題集選びは慎重にしていただきたいです。書店でも数多く販売しておりますので、適当に選ぶことだけはしないようにしましょう。適当にたくさん模試や問題集を購入すると、インプットする情報が多くなって、知識として確立させるまでに時間がかかってしまいます。 中途半端な知識や曖昧な知識では全く本番では使えません。十の曖昧な知識より一つの確実な知識、これが点数を生みます。では確実な知識を得るためにはどのようにしたらいいのか。試験まで2ヶ月なので絞り込む勇気、これが必要なんですね。過去問でも予想もしでも良いでしょう。ただ単に問題を繰り返すだけでは実力は上がりません。誤りの選択肢については どこが誤りなのか、関連ポイントは何なのか、どのように理解をするのか、そういったことまで考える必要があります。ただ、ここまで解説に載っているものはほとんどありません。なので、一選択肢ごとに、あなた自身でテキストやネットで調べながら、解説を補強する必要があります。卓剣試験に合格するために、上記のことに時間を費やしていくことは非常に重要なことです。ただ、もしあなたが調べたり考えたりする時間がないというのであれば、 弊社の模試をぜひご活用ください。弊社の模試の解説には、上記関連ポイントや理解の仕方など記載しております。具体例も多いのでイメージもしやすいです。まだ2ヶ月あるので諦めるのは早いです。今年絶対合格しましょう。あなたの合格を応援しております。予想模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 A の行為または過失による加害行為により、B が死亡した場合、B の妻のお腹の中の胎児については、相続人となることはない。丸かツかという問題です。で、答えは、相続人となることができますので、罰ですね。胎児も相続人になることはできます。人の権利能力っていうのは、生まれた時に認められるんですね。そして、死亡することによって終わります。じゃあ、生まれた時っていつを指すのか。 え、民法では、生きて母体から完全に分離した時としています。つまり、まあ、生まれてきた時なんですね。生まれてきた時初めて人として認められるわけです。でも、母親の妊娠中に父親が誰かに殺されてしまって、胎児が無事だった場合、胎児だけが相続を受けられないっていうのは、まあ、他の相続人と比べて不公平ですよね。 なので、相続については例外として、胎児にも権利があることにしています。なので、ここで問題文確認していただきたいんですけども、B を父親と仮定すると、まあ、B の妻、これがお母さんですよね。で、これ胎児ですよね。この胎児についても相続になることができる。つまり、お父さんが死亡して、この胎児子供ですよね。もう相続になることができるということです。で、このように胎児にも権利があるもので、重要なものっていうのは3つなんですね。 相続。まあ、これ今回の話ですね。あと、遺贈。これは遺言によって贈与するってことです。あと、不法行為による損害賠償請求権。まあ、この3つについては、えー、退治の権利として、え、重要な部分なので、えー、覚えていただければと思います。で、問い2ですね。え、宅建業者 A は自ら売り主として、えー、3000万円の土地付き建物。これは未完成です。これを宅建業者 B と売買契約を締結した。 債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は損害賠償額の予定額と違約金を合わせて600万円となる丸かツかという問題です。で、答えは、ツですね。で、これ、丸と答えた方は、これ日頃の勉強の仕方気をつけた方がいいです。実力があるから合格できるわけではないんですね。 合格するためには実力だけでは不十分なんですよ。勉強の仕方っていうのが重要なんですね。と言っても、勉強の仕方を気にしてない方が多いんですね。あなたはどうでしょうか勉強の仕方気にしてますでしょうかで、これなんで罰なのかというと、まあ、今回の問題は損害賠償額の予定との制限なので、ま、ハッシュ規制の内容ですよね。で、これっていうのは宅建業者間では適用されないんですよ。で、問題文を見ると、 売り主は宅券業者で、これ買い主も宅券業者なんですよね。したがってハッシュ規制。これ適用されません。したがって、まあ、どんな特約をしても基本的には大丈夫なんですね。だから今回のような損害賠償額の予定額を500万、医薬金を500万とした特約。これも有効です。だからこの2つ足して1000万円ですよね。これも有効だということになります。まあ、よって誤りだということですね。で、まあ、多くの方が、あ、ちょっと問題文読み違いをしたぐらいで済ませるんですよ。 で、これ済ませていると、おそらく本試験も同じように、問題文の読み違いで、えー、もう2、3点とか、多い方だったら5点くらいですね、えー、ボンミスで失点しちゃいます。え、これだともういつまで経っても、あのー、合格できないので。だからこそ勉強の、日頃の勉強の仕方が重要なんですね。だから個別指導の受講さんには、何度も何度も、おそらくこれからお伝えしていくと思います。大体いいですね、わからない部分あってご質問いただくと、問題文ちゃんと読めていないとか、 そういった場合って非常に多いんですよ。なんでその都度ですね、ちゃんと問題文を読む、その読み方ってこうでしたよねって確認をしてですね、問題の読み方、これを徹底していっております。なんで独学の方も自分自身でどうやって問題を読むのか、どうやって問題文を理解をしていくのか、これをですね、常日頃から意識して勉強をしてみてください。で、やり方がわからないって方はぜひですね、個別視をご検討いただければと思います。 で、問い3ですね。日英規制の対象となる区域について、その区域に存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる、丸かツかということです。答えはツですね。都市計画ではなくて、地方公共団体の条例で指定されるんですよね。日英規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定します。都市計画が誤りということです。 で、この問題必ず取るべき問題なんですね。で、合わせて覚えるべきポイントは指定できる地域です。日益制っていうのは商業地域、工業地域、工業専用地域では指定されないんですね。つまりこの3つの地域以外の地域で指定することができるということです。でもこれ覚えてくださいと言われてもこれすぐ忘れませんかね。えー、どのように頭に入れるのか、忘れにくくするのか。 個別指導では覚え方までお伝えをしております独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるかを考えながら勉強していただければと思います。まあ、今回ですね。あの昨日に続いて免許の基準の考え方ですね。あの無料の動画ではちょっとお伝えすることできないんですけれども、これちゃんと考え方、答えの導き方ということを頭に入れていただければ、もう必ず得点できるようになりますので、もしそのプロセスっていうものを知らないというのがあれば。 ぜひ、え、個別指導をご検討いただければと思います。多くの解説が考えるプロセスっていうものを省略している場合がもう非常に多いんですね。それだと全然点数上がってきません。実力って上がってこないんですね。その問題は何回もやれば解けるようになりますけども、類題、つまり本試験の問題で解けなくなっちゃうんですよ。それだと。重要なことっていうのは考えるプロセス、考え方なんですね。どうやって答えを導くかなんですよ。ここをちゃんと頭に入れておくことが合格するための一番の秘訣になってきますので。 ぜひそこを押さえていきましょう。そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、 新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのノでした。今年絶対合格しましょう。